はいどうも、カードショップ MOT の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、結構前にね、ありました、このリーヤを使ったデッキなんですけども、久しぶりにちょっとねリーヤ使っていこうかなと。まあ、その中でもこの異世界の業種と、最近ちょっとお気に入りなんですけど、情報収集、まあとこの第三の道の創設を使いたかったんですね。まあこれ使うデッキで、考えて、まあちょっとリーアと組み合わせようかなということでね、ちょっと組んでみました。まあひたすら墓地にスペルカードを落としてリーアでそれをガンガン使っていって追い詰めるというねデッキですね。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。まあ、これはキープでいいでしょう。さあ、ターン終了。さあ、異世界の行使。さあ、第三の道の創設。さあ、情報収集を使っていきます。まあ、まず稲妻の一撃でギックスは焼きましょう。ターン終了。さあ、情報収集。さあ、火遊び。さあ、ターン終了。さあ、異世界の漁師。全部いらないか。はい。さあ、リーア。
さすがにちょっと除去もりもりかな。ターン終了。トンズラ。アタック。さあ下座さ。はい、冷やす。家の焼き払いか。もう OK もう。稲妻の一撃。稲妻の一撃。トンズラ。ややこしいな。さあアタック。さあ稲妻の一撃。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。なんかすごいタワーがそびえ立ってる。ターン終了。さあターン終了。お相手はこれディミーヤ？なんだろうね。情報収集。まあ稲妻の一撃いらんか。
さ、火遊びを本体に打っていく。さすがにちょっと一回土地はいらないか。爆発域か。さあ4枚切削していきます。さあこれでターン終了。ライブラリーは尽きなさそうだね。さあ情報収集。なるほど。なるほどだな。ほんまに今日の引きの悪さがよく出てる。さあ情報収集。さあターン終了。さあ、トンズラ。さあここから頑張ってライフ削っていかんとダメだね。火遊びどっちはいらん。考慮
リーヤもいらん。さあガイさんの道の創設。どうする、やりきっといた方がいいかな。さあ情報収集、さあ考慮、考慮いらん。違うな、さあ稲妻の一撃、トンズラ、さあ次のターンでもう仕留めたいですね。さあ4枚切削します。いやーいいですね。とりあえず殴るか。さあアタック、さあアタックアタック、さあ稲妻の一撃、まあ一応下座さえ行きましょうか。これが通ると、楽ですね。さあ稲妻の一撃、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。土地が欲しいな。さあ異世界の業師、ああまあこれでいいか。さあ第3の道の創設、さあ噛みつく相棒、お、土地土地土地はいい感じに来ましたね。噛みつく相棒さっさとやっつけてもいいんですけど、ターン終了。2枚目か、どうしようかなこれ。結構微妙だね。まあ放置するか、無視だ。
再世界の業師、もうどっちもいらない。さあリーヤ探しに行きましょう。さあ情報収集、さあこいつらもいらない。ターン終了。さあガンガン掘っていきます。これはあれだな、エンチャントアーティファクトをなんかまとめて釣ってくるデッキだな多分。再世界の業師、まあこれは焼き払いよりこっちの方が良さそうですね。さあターン終了。祝福刃の、ね、あのネズミ、知らんカードやな。再世界の様子、リーヤどこ行った。さあ家の焼け払い、まあ行くか。ブロックされてもいいし、まあ、ブロック化してこうか。ターン終了。はい、オッケー。さあ冷やそう。さあアタック、ちょっとやばいね。やばいね。6点か。結構痛いぞ。フルパンはやめとけよ。ダメージがでかい。さあ、火遊び。めっちゃきついぞこれ。サブ、おーやっと来た。来たけど、どうやって倒すかだね。
ターン終了。拒否だ。いきなりリーは殺されるんかと思った。とりあえずあの66どうにかせんとダメ。サブロック。さあ精霊界との接触。ザサイ、さあ冷やせば、ターンもらいます。火遊びが3枚。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。イゼットスペルということで、まあ、リアを使った形のデッキなんですけども、まあ、かなりね速いスピードで墓地を肥やしながら、アドを取っていくという感じなんですけど、環境的に弱いな。まあね、流行ってるデッキ、まあ環境次第ではあるんでしょうけど、こういうデッキは。まあとにかく当たるデッキが悪いというか。でも多分強い弱いというか、単純に今日はこうしてデッキ回ってなかったな。かなりきつかった。アグロに先行取られて、全然この2枚来ないとかね。もうなんか、負け方がよくわからんかったね。まあでも一斉をね、風靡したデッキではありますんでね。まああと、フネクダキとか入れてもよかったんかなとは思うんですけど。ただやっぱりライフ回復できないのがちょっと厳しいかな。やっててそんな感じですね。やっぱどのデッキも今はライフ回復入れるべきですね。ハンコンでも何でもいいんですけど。ライフ回復ないと、結構赤ターン相手がね、非常にきついんでね。はい。まあそんな感じで、リーア好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。